元大相撲力士の第66代横綱で、三代目若乃花だった花田勝さん。小さい頃は将来野球選手になりたいと思っていたのですが、両親から角界に入る弟を守る防波堤になるよう迫られ、力士を目指すようになりました。1988年3月に四股名若花田として初土俵し、以降は華々しく活躍するも怪我による不調が原因で、2000年に現役を引退しました。引退後は日本相撲協会も退職し、タレントスポーツキャスターとして活動しながら、バラエティ番組にも積極的に出演するようになりました。裏ネタ芸能ワイド週刊エミー賞ぐるぐる、ナインティナイン土曜スペシャル、スポーツウォッチャー花田勝の千葉テレ、YAGURA アベマ TV 大相撲ライブなどタレント業の他にも、コラムの執筆や日刊スポーツの評論家など幅広く活動しています。花田勝さんは本名でタレント業をしていたのですが、2011年4月9日、風水建築デザイナー直井由美里氏のアドバイスで花田勝に芸名を改名し、現在は花田勝として活動しています。花田勝さんは2007年10月2日に、前妻でタレントの花田美恵子さんと5年間の別居の末、離婚しました。その後、2008年12月12日に大阪府出身で9歳年下の元幼稚園教諭の女性と再婚しました。それが現在の嫁です。勝さんと蔵実さんの交際のきっかけは離婚して、さほど経たない頃に勝さんの友人が一緒に食事するときに勝さんのタイプだと思って、という理由で連れてきたのが蔵実さんだったそうです。勝さんは一目惚れだったそうですね。確かに、可愛いですよね。そういえば、美恵子さんの時も一目惚れだったような。お兄ちゃん、惚れっぽいのかも。交際10ヶ月で結婚となったそうです。ただし、プロポーズは蔵実さんからだそうで、私が守ってあげると言ったそう。なんだか、わかる気がしますね。勝さん、母性本能をくすぐるタイプですもんね。しかも、その頃は事業もうまくいってなくて何かと、大変な時だったみたいですし、蔵実さんが、私が支えなくては、と思ったんでしょう。そこからすっかり尻に惹かれてる感がしますが、美恵子さんとは違いお姑さんの藤田紀子さんと、もう幕やってるようで寿司いい奥さんと、巡り会えたと言えるのではないでしょうか。ご主人の勝さんは、1994年6月2日に元読者モデルで、日本航空客室乗務員の栗尾恵美子さんと、結婚されていて2007年10月2日に、離婚するまでの13年間に一男三女の子供さんを4人授かってます。その後、2008年12月12日に倉美さんと結婚し、2010年に百花ちゃんという女の子、2014年に桃花ちゃんという女の子が誕生してます。ということで、勝さんは6人の子供がいるんですね。てか、キラキラネーム賞とは言っても、美恵子さんとの間のお子さんは美恵子さんと、ハワイで暮らしているのは有名なことですから、蔵実さんと勝さん、二人の子供さんの4人家族で暮らしているってことです。そういえば、美恵子さんに毎月300万円ほどの養育費を払っていると話題になってましたよ。現在の嫁は、結婚後に花田勝さんの個人事務所の社長兼マネージャーを務めながら、花田勝さんの芸能活動を手伝っています。花田勝さんのもう一つの仕事は実業家です。2002年、ドリームアーク社を設立して、代表取締役会長に就任してから、全国に店舗を展開する飲食店にて、
プロデュースを行っていました。手掛けた事業ちゃんこダイニング若、うどんダイニング若&キッチン、おにいしゃ&キッチン若丼、ちゃんこうどん。しかし経営不振となり、2008年11月に保有していた株式を経営陣に売却し、代表取締役会長を退任しました。花田勝さんは経営から退きましたが、同社は2010年5月6日に自己破産を申請しました。花田勝さんは2012年に今度は個室居酒屋業界大手のアンドモア株式会社で若の台所赤鳥御殿ラーメン屋若のラーメンをプロデュースしましたが、こちらも次々と閉店し、アンドモア株式会社は2022年3月に自己破産を申請しています。これらの経緯から、花田勝さんは実業家として事業にも手掛けてはいるものの、なかなか継続できず、あまりうまくいっていないとも言えます。手掛けた事業が次々と破産に追い込まれてはいますが、花田勝さんは相変わらず羽振りが良いというか、かなり良い暮らしをしている様子が伺えます。花田勝さんは千葉県豊津市に一軒家を建てて、嫁と娘2人の4人で暮らしていますが、その一軒家がまた豪邸なのです。3LDK の一軒家、土地代1600万円、建物6500万円。有名人にしてはそこまで高い値段ではないものの、それでも一般人には手の届かない金額です。維持費も考慮するとかなりの資産家収入がないと、とても建てられないと思うのですが、まず資産については横綱時代の相撲取りとしての収入に加え、グッズ売上からの収益で億超えの資産を築いたとの噂です。横綱の基本給は300万円ですが、各種手当や賞金などの金額を合わせると1億円以上稼ぐことも夢ではありません。現役時代の収入だけでも億超えの資産を築いたというのは本当かもしれません。引退後は実業家として収入を得ていたと思うのですが、事業の方は最終的に自己破産してしまったので、大した収益は残っていないでしょう。タレント業は細々とではありますが、それなりにうまくいっているようなので、現在の収入は現役時代に築いた資産の運用とタレント業による収入の両方と考えられます。花田勝さんと弟中黒鷹の花浩二さんとの不仲は有名な話です。花田勝さんと鷹の花浩二さんは最初から不仲だったわけではありません。元踊り時兄弟仲は大変良好で、俺の後ろを常についてきて可愛いの、父と母には腹が立ってムカついてるから、僕の救いは弟だけだった、この子がいれば生きていけるって思ってと語った。力士になるつもりはなかったが、弟を守る壁になってほしいと両親に迫られ、力士になるくらい弟を溺愛していたと言われるほどでした。二人が角界に入ってからも花田勝さんはずっと弟を気にかけていました。そんな二人の中に亀裂が入ったのは、1995年に行われた史上初の兄弟優勝決定戦の時だったと言います。そもそも元親方と花田氏の確執は、両者が現役時代の頃からあったとされる1995年の九州場所、史上初の兄弟優勝決定戦がきっかけで兄弟仲が悪化したと報じられた。貴乃花が若乃花に敗北した疑惑の一番が確執の原因とも言われた。他にも不仲の要因については憶測が多数流れているが、表面化したのは1998年の貴乃花洗脳騒動である、整体師に洗脳されているなどと若乃花が口外し、不仲が明らかになったのだ。また2005年、
父であり二人の親方でもある花田満氏が死去した際には、喪主の座や遺骨の管理をめぐって大騒動があった。さらにその後は、莫大な遺産相続をめぐる泥沼劇を展開。日本一の兄弟は修復不可能な状態に発展し、犬猿の仲の代名詞となってしまった。しかし、これといった決定的な事件があったわけではなく、不仲になるまでにいろいろな積み重ねがあったそうです。仲違いの原因について、一つや二つではないとだけ答えた。また、兄弟だけど、育てられ方が違うと複雑な家庭事情だったことも打ち明けた。今後の兄弟仲については、結末はわからないとした。花田勝さんは不仲になるまでに、弟への不満を我慢していたそうです。溺愛していても不満はあったそうですが、それでも仲良くやっていた時は気にならなかったのでしょう。整体師に洗脳されているという話がどこまで本当なのかは不明ですが、兄弟の間に第三者が入ったことで、不仲は決定的なものになったように見えます。現在も連絡は取っておらず、今のところ積極的に連絡を取ろうとする気持ちもなさそうですね。不仲が噂される弟で元横綱貴乃花の花田光る獅子についても言及し、今は連絡取ってないですときっぱり、私自身喧嘩をしたことはないと断りつつも、黒柳からもし電話かかってきたら出る？と尋ねられると、そうですねと言葉を濁し、今幸せなので静かにこのまま時が流れるのを待ってますとやんわり拒絶した。20日放送の TBS の医療バラエティ、名医の座太鼓版、体のデッドライン、衝撃宣告スペシャルで、元横綱若乃花の花田勝と、過去に同番組の医師団から余命5年を宣告されている内山信二が、血管ドックを受診。二人の血管は硬くなっており、動脈硬化をはじめ心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まっていることを指摘される。元横綱として活躍し、現役引退後は食生活と運動に気を使ってきた花田は、悪い結果ではないはず、と自信満々。だが、結果を受けて何とかしないと、と焦りを見せる。血管に負担をかけている原因は、肉や糖質の多い食事に加えて食後すぐに寝てしまう生活。大病を招く前に生活改善に取り組むことになり、今すぐ取り入れられる血管若返り法にチャレンジする。果たして二人は健康的な血管を取り戻すことはできるのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。皆さん、こんにちは。横綱でおなじみの若乃花さん。若乃花が癌闘病中の現在、元妻との離婚理由について紹介します。まずは、若乃花さんの経歴とプロフィールから紹介します。花田勝元大相撲力士。1971年1月20日生まれ、東京都出身。1988年3月、藤島部屋に入門。同年5月、若花田のしこ名で初土俵を踏む。90年代に弟、貴乃花と若貴フィーバーを巻き起こす。98年、横綱昇進。例年の引退後は、タレントやスポーツキャスターとして活動。弟の貴乃花と共に若貴兄弟として相撲ブームを牽引する役割を担った。若乃花でタレントの花田勝が20日ブログを更新。帯状疱疹の2回目のワクチン接種の副反応について報告した。花田は19日朝2回目の接種を終えていた。20日朝のブログで、昨日のワクチンの副反応が出ていて朝から頭痛や倦怠感がすごいですと報告。あまり無理せずにとは思いますが、送り迎えは頑張りますと、それでも子供たちの送迎はすることを綴った。花田は5月22日に1回目接種を終えていた。
若乃花と貴乃花の兄弟関係には以前から問題があり、特に貴乃花への暴行事件では若乃花さんが弟を擁護していた。しかし現在も兄弟関係が悪い状態が続いており、メディアでも喧嘩状態が報じられている若乃花さんには病気の噂もある。テレビ番組で顔色が悪いと報じられ、スポーツ番組で将来的に潰瘍性大腸炎になるリスクが高いと診断されたことも明かされた。若乃花さんは食事の際に一味唐辛子をたっぷりとかける習慣があり、辛いものと甘いものが好きな食生活を送っていることが判明し、健康に問題がある可能性が指摘されている。若乃花さんの兄弟関係や病気の噂については今後の動向に注目が集まっている。若乃花兄弟は横綱まで昇進するなど世間からは理想の兄弟とされており、若乃花さんが花に対して頭がおかしくなっていると発言したことで兄弟関係に問題があるのではないかとの疑惑が持たれた。かねてより不仲が噂されてきた兄花田勝と弟貴乃花浩二が和解する日は永遠に来ないのかも、そう思わざるを得ない発言が元横綱若乃花でタレントの花田勝から飛び出した。問題のシーンは9月28日の水バラで放送されたハイウェイ SA&PA ルーレット対決旅にあった。旅の1日目を終え温泉で旅の疲れを癒す花田とレッド吉田、初日のマドンナ加藤紀子に代わって明日のマドンナが誰になるのかという話になると、花田はもしかして貴乃花とかないですよねと切り出した。レッド吉田は笑っていたが、花田は笑顔を浮かべつつも目は真剣そのもの、本気で嫌がっている様子をうかがわせたのだ。この話の展開に花田の恨み骨髄に徹すを感じたというのは週刊誌記者だ。話題はマドンナですから当然女性だ。それなのに貴乃花の名前をわざわざ引っ張り出してきた。明らかに不自然で、よほど深い闇を抱えているのだなと思いました。貴乃花発言を繰り出した花田に対し、レッド吉田はその段階で勝てますよ、はっきり言ってとフォロー。なんとか笑いに変えてその場を取り繕った。実は貴乃花もテレ東の旅番組に出演したことがあります。今年3月に放送されたかまいたちの名所名物先取り旅3と20年の千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅5だ。当然といえば当然ですが、どちらの回でも花田に関する発言はなかった。やはり花田の怒りが貴乃花よりも強いのではないでしょうか。ほんの数秒のシーンではあるが、弟への生々しい感情をあらわにした花田。貴乃花が番組を見ていたらどう思っただろうか。父親が亡くなった際にも兄弟間で激しい対立があり、その後も様々な憶測が飛び交いた。特に父親が違うのではないかとの噂も出た。双子山親方という父親が共通の存在である輪島光さんとの関係が花田紗さんによって語られましたが、現在は兄弟関係は悪化しているようだ。2007年10月3日離婚が明らかに、2002年より別居、2007年10月3日翔と離婚していたことが明らかになった。離婚理由は夫の度重なる浮気が主原因と女性自身で語っている。度重なる若乃花の浮気が原因で離婚に踏み切ったという。それでも離婚がなかなか成立しなかったのは子供のこと、そして実家の母親が離婚に反対していたことを明らかにしている。お兄ちゃん後になってテレビで離婚するにあたって別居してたんだよ、別居するときにヤマハのスクーターのマジェスティに乗って10万円を持ってそれで家を出た、後ろにマネジャー乗っけてと告白し極貧生活を送っていたことを明らかにし世間をざわつかせた。離婚した時には若乃花の浮気が原因と取り沙汰されましたが、後に花田美恵子さんも不倫をしていたことが週刊誌によって明らかにされている。夫から不貞を勧められ絶句したと言っていますが、実際に不倫しちゃってましたね。不倫相手として有名なのが11歳年下のミュージシャンで俳優の青木健二さんではないでしょうか。不倫が原因で育児放棄していた時期もあったほど美恵子さんが青木さんにのめり込んでいったようだ。囲み取材で体の関係もあったとあっさり不倫を認めてしまった青木さん。これが原因で青木さんは仕事が激減、
姿を消すことになってしまったイケメン俳優の伊藤英明さんとも関係があったと噂されている。というのも深夜のバーで怪しい様子が目撃されたからだ。テレビ局員と何度もデートしていたことなども報じられており、若乃花の浮気だけでなく三重子さんの浮気も離婚原因となったのではないでしょうか。6日に放送されたトークバラエティ番組解決エミチャンネルに元横綱若乃花の花田勝の元妻でタレントの花田美恵子がゲスト出演。結婚していた当時、女遊びを繰り返す夫からお前も彼氏作ればと不貞を勧められて絶句したことを明かした。2人は94年に出会って1年のスピード結婚、一男三女を設けたが5年間の別居生活の末07年に離婚している。当時三恵子さんは女性セブンで夫の度重なる女性問題が主原因と離婚に至る経過を告白。ところがその数日後に青木健二というバンドマンや伊藤英明との不貞行為が報道された。さらに三恵子さんは桜井有吉危ない夜会に出演した際、ハワイで一日中遊日放家、夜はご近所の日本人仲間とパーティーしていると公表。生活費のほとんどが元旦なの養育費なわけですから、勝氏を非難していた女性層が一斉に引いていきました。解決では結婚ショックでした、言葉を失いましたと語った三恵子だが、ネット上は同情の声はほとんど聞かれないばかりか、そんな夫と子供4人も作ったのが理解できない、元旦なの文句を言うなら花田の姓をやめたらいいのに、若乃花には一切同情しないけど三恵子さんも自分のことを棚に上げていけシャーシャーと、と辛辣な意見がずらり、テレビ出演を機に再び悲劇のヒロインセレブキャラを作り上げようとしたのかもしれないが、目論見通りとはいかなかったようだ。元大相撲の横綱若乃花でタレントの花田勝が25日放送のテレビ朝日徹子の部屋に出演、6人の子供たちとの関係について明かした。花田勝は10歳年下の倉地夫人とは再婚して15年で、中学2年の長女桃香さん、小学4年の次女桃香さんの4人家族、前妻との間にも28歳の長男、26歳の長女、24歳の次女、22歳の三女がいる。最近長男を除く5人の娘たちと食事会をしたといい、女の子ばっかりです、楽しいですね、男女ともみんな心配なのは変わらないんですけど、でも女の子だとパパを支えてくれるというか、通れしそうに話した。娘5人と食事した時の写真も公開し、みんな仲が良く時間がある時は会って食事したりってことはしていますと明かした。また母でタレントの藤田紀子についてはたまに会っているといい、私より妻が連絡を取っていますと語った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。